皆様こんにちは。札幌周辺の物件をご紹介する、不動産エフズライフです。本日やってきましたのは、札幌市東区和久子。宅地化される前までは、北海道一の玉ねぎ生産地だったそうな。って言ってましたら、たまたま目の前に玉ねぎ畑が出てきました。たまたまね。そんな玉ねぎ畑から、とても綺麗な雄大積雲を眺めて歩くこと、徒歩1分。次の玉ねぎ畑に着きました。本日ご紹介する物件は、そんな玉ねぎ畑の前にそびえ立つ、こちらの物件。明らかに木造3階建てのメゾネット物件です。こちらの会社さんの物件は、退去予定が出たらすぐに申し込みが入るほどの人気物件ばかりを建てていて、2LDK、3LDK で広めペットか駐車場2台、というお客様からのオーダーの場合、迷わずここ、となるほどの会社さんが、今回満を持して新シリーズを建てているということで、早速見に来ました。そんな新シリーズのコンセプトは、そう、ブルックリンスタイルとのこと。ブルックリンスタイルとは、ニューヨークにある5つの行政区の一つ、ブルックリンを発祥とし、1990年代に入り、若者やアーティストが家賃高騰の続くマンハッタンからブルックリンに移り住みます。倉庫や工場などをリノベーションし、独特な個性やインダストリアルな雰囲気は、2000年代になりブルックリンスタイルと呼ばれるようになったってさ。同じようなものでインダストリアルスタイルというのもあります。そんなこんなで、本日も内見。スタートー。早速、なものを見つけたよ。これはなんだ？郵便ポスト？でもここにポストある。ということは？宅配ボックス。サイズは小ぶりだけど、あるとないのじゃ大違い。こんな設備がついているなんて、お部屋にも期待できそうです。お、これは暗証番号などで開けられるタイプの鍵。鍵紛失の心配がないので、とても安心です。それでは。お邪魔します。いい感じだねー。ブルックリンスタイルは、インダストリアルスタイルと共通していることが多く、基本的にはダークカラーが主流となっているみたいです。これは、だな。玄関だから、まさかの靴だな。板の数から見ても、そんなに靴は置けないので、常に綺麗を保てちゃうよ。お次はそんな靴棚の隣のドア。何のドアだろう。ドアを開ける前からわかるドア。ユーティとは、諸説あるようですが、ユーティリティやユーティリティテラスが語源のようで、主に家事室としての意味で使われるようになり、最近では脱衣所洗面所洗濯機置き場という意味で使われることが多くなったみたいです。どうもユーティさんこんにちは。どうやらここは、脱衣所兼洗濯機置き場のようです。これは埋め込み型水洗。賃貸でも家賃が高めの物件によく使われます。武骨。クラシカルなこのスイッチは、主にクラシックスイッチや、アメリカンスイッチ、とも呼ばれるそうな。スイッチまでこだわるなんてかなりのチャレンジだと思うけど、このブルックリンスタイルを企画した方の本気度が伝わりますね。今日はどうだい、静香ちゃん。1616タイプの一坪バス。1616についての説明はこちらの動画をご覧ください。あ、あれ、ピントを。うちのピントはすぐ迷子になるようで。どうやら戻ったようです。こちらは登場回数の多い、追い抱きリモコン。賃貸追い抱き率の低い北海道でほぼ毎回登場しています。ではお風呂はこの辺で。こちらは洗面台。ふーん、おしゃれじゃんねー。下は配管だけなので、収納にするもよし、あえて武骨感を出すもよし。収納にするか、収納にしないかは、あなた次第です。それにしても、本当に珍しいタイプの洗面台です。この部分、かっこよすぎん。バリカクついとるやんけ。ここに物が置けるみたいです。
このスカスカした部分は、タオル掛けかな？ドライヤーをかけたり、工夫次第で何でもできますね。暗いかもー。とても見えにくいですが、ここと、ここにドアがあります。ここは何だろう？トイレ。トイレの棚にもしっかりアイアンが使われていて、浮きがちなトイレもしっかり統一されています。では。こっちは何だろう？洋室、1。ここは 5.2 畳のお部屋みたいです。なんかくぼんでる。突っ張り棒があるから収納みたいですね。このタイプのクローゼットは、一般的にオープンクローゼット、と呼ばれています。丸見えなので、常に綺麗を保てちゃうよ。でもよくよく考えると、コセットの語源は、閉じるという意味から来ているのに、オープンクローゼットって、どないやねん。どないやねん。お、ダウンライト、照明器具が埋まっていると、圧迫感がなくなってとても良きです。1階は見終わったようなので2階へ行きましょう。2階には何があるんだろうか。チキン。キッチン自体はブルックリンスタイルを主張せず、使い勝手を優先したみたいです。上部は白レンガ調タイルで、風合いは意識した作り。ここにライトがあるということは、ダイニングキッチンとして使うのが良さそう。そうなると冷蔵庫とかはどこに置こうね。ここでした。さらに隣には食器棚かな。階段を上って、とても目に入るこのスペースをおしゃれにできるか、おしゃれにできないかはあなた次第です。お、これは、この複数の細い板は、ルーバーというもので、目線や直射日光を軽減してくれる役割があります。キッチンはシステムキッチン。昔の話ですが、建築中のシステムキッチン物件を申し込みして、ある程度経ってから再度確認すると、システムキッチンですが、コンロはありません、と言われたことがあります。そうどないやねん。本当にそれどないやねん。今はそんなことないのでご安心ください星。深型収納で物がたっぷり入ります。キッチンも造作タイプにできたと思うけど、キッチンだけはしっかり収納したいというニーズ。これやり忘れていましたので、あえてやっていきます。シンクも大きめなので洗い物がたくさんあっても安心。充実のキッチンでした。あそこにメインストーブがあるということは、ここがリビングですね。コンパクトですが、ダイニングとキッチンが別の場所にあるので、十分な広さです。これは灯油ストーブ。灯油かガスの違いは、前回のお部屋でもお伝えした通り、この黒いホースを見れば一発でわかります。リビングの壁もしっかりブルックリンスタイルを踏襲し、本物のレンガではないですが、質感をかなり石に寄せた壁材。こちらもコンクリート打ちっぱなしを表現した壁。細部までこだわっていますね。それでは3階に行きましょうかね。この扉は、初のクローズされたクローゼットでした。暗くて見えにくいけど、また扉が2つあります。引き戸ということはトイレ。広さは標準的ですが、1階と3階で2カ所トイレがあると、朝の混雑時にトイレ戦争が起きることが少ないです。
では。ここはなんだ？洋室、2。ここも1階と同じ 5.2 畳の洋室。ルーバーがあるということは、キッチンの上ですね。あれは、オープンクローゼット。オープンクローゼット、センスはあなた次第のやつです。最近はオープンクローゼットが増えているようで、メリットとしては、1、扉がないので、出し入れしやすい。2、見た目をおしゃれにできる。3、通気性が良いので、カビ防止になる。4、収納物がわかりやすく、無駄な買い物を抑えられる。などなど、見た目さえクリアできれば、メリットは多いですね。私は無駄な買い物が多いので、購入前に収納する。最後のオープン。洋室、3。このお部屋は 6.2 畳なので、寝室に向いていそう。この収納は、せーの。オープンクローゼット。そう、オープンクローゼット。開放的な収納に抵抗があった方も、先ほどお伝えしたメリットで多少軽減された方がいれば、とても嬉しいです。その隣のスペースは、ちょっとしたワークスペースに良さそう。そんなこんなで、今回も素敵な物件でした。こちらの管理会社さんの物件は、ブルックリンスタイル以外に、従来タイプでとても人気の高いタイプのお部屋も多くあるので、いつかご紹介したいものです。それでは本日はこの辺で、またねー。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価も、ぜひ、よろしくお願いします。大注目の新築が完成。個別の車庫？のんのん。ガレージハウスと人は呼ぶ。そして、これはやべえやー。次回、見知らぬ車庫。この次も、内見内見。